てしまいたいの。一瞬一瞬一瞬の栄光、ありがとうございました。大阪府立久米田高等学校だんじり。いや、血湧き肉踊ったよ。いやー、ちょっと今回どんな気持ちを込めて今のだんじり見せてくれたのかお話伺いたいと思います。よろしいですか？どんな気持ちでだんじり踊ってくれたの？今回の DCC で3年生は大会がラストで、この1年間かけて自分たちで作り上げただんじりをこの場で最高の一本を見せようってみんなで決めて踊り切りました。いやー、私生のねだんじり見たことないんですけど、まだ生でなんかもう満足しちゃいました。もうこれでいい、十分だみたいな、すごい勢いもあって、なんか臨場感がすごかった。予選通過結果発表の時に関西出身のあかねさんがゲストで、いや、すごかったね、でももっとこういう風にしたらますます良くなるんじゃないみたいなお話もあったと思うんですけど、その時から今までどういうところブラッシュアップしましたか？やっぱりコメント、 DCC の方から送られてきたコメントでも、強弱の部分のこの波っていうのがすごい自分たちの課題で、なんで大サビの上げとその前のシーンの静かなところのその強弱っていうのをすごい自分たちの中で意識して、命がけ、そのだんじりの角を曲がるときにすごい命がけでやるんですけど、そこをもうみんなで命がけでやろうっていう風に決めて、そこの作品を踊るようにしていました。いや、すごい意気込みがね伝わってきましたよ。さあ、会場のみんなにもそのパワー伝わったと思いますが、くるっと振り向いていただいて得点見ていきましょう。大阪府立久米田高等学校です。得点は表現力39点、技術力18点、独創性14点、合計71点。順位は大阪
府立久米田高等学校3位に入りました。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。さあここでいよいよお疲れ様です。待っててね、またね、まだまだ